よりご挨拶をお願いいたします。はい、えー、皆様こんにちは。<laughs> 本日は、えー、CD、えー、発売イベントにお越しくださいまして誠にありがとうございます。玉木亮です。<laughs> わあ、すごいこんなにあの平日のお昼なんですがこんなに多数駆けつけてくださって本当に嬉しく思っております。えー、今日は短い時間ですが一緒に楽しい時間を過ごせたらと思っております。どうぞよろしくお願いします。 玉木さんのデビューアルバム「フリーリーとシャイン」が本日発売されました、はい、ご自身のアルバムが発売されるということで、はい、今の心境を教えていただけますか、えー、そうですね、あの本当に、えー、1年前の宝塚歌劇団を卒業した頃の自分は、えー、まさかこう自分自身がこうアルバムを発売させていただくことになるとは夢にも思っていなかったので。 こう、今の状況がとても不思議で、まだ信じられない気持ちでいっぱいです。そして、このアルバム発売イベントという、また初めての経験っていうのをこう日頃応援してくださっている皆さんと一緒にこの時間を共有できることが本当にありがたくて幸せだなとこう。今お越しいただいている皆さんのお顔を拝見して、すごく胸がいっぱいになりました。ミュージックビデオについてお話をお聞きしていこうと思います。はい 玉木さんにとって初めてのミュージックビデオ撮影だったと思うんですが一番こだわったポイントなんかはありますすかあそうですね、今回、このミュージックビデオを撮影するにあたってあの映像の監督ともご相談してこう等身大の玉木亮の姿を切り取ってあの皆様にこうお見せしていけたらいいんじゃないかっていうことを最初にご提案いただきまして。なので なんて言うんでしょうこう楽曲のイメージに沿いつつも,もう私らしい表情がまあスタイリングとかはあの何パターンか変えていくんですけどでもどの表情を切り取っていっても自分らしいさっていうものがあの皆様にこのミュージックビデオの中でもお見せしていけたらいいなと思って撮影していったのでそれが 伝っっていいいたら嬉しいなと思います、はい、衣装のチョイスなんかも玉木さんがされたんですかそうですすかそうねスタ<あ>イリストさんとあとはまあ撮影スタッフとであとはその、まあ、監督さんとかともちょっと相談しながらあの、まあ、どういう絵で撮っていきたいかっていうのを最初に提案いただいてじゃあこういうカットにはこの衣装が似合うかなこういうスタ,リングスタイリングが合うかなっていうので選んでいったんですけどねなんかこの。 すごく巨大なスクリーンで皆様にご覧いただきましたけど多分自分が一緒に見てたら多分耐えられなかったと思うので <laughs> ミュージックビデオはあの一緒に見ますとかじゃなくてよかったなってちょっと <laughs> ほっとしてます <laughs>、はい、ミュージックビデオ撮影時のエピソードなんかを教えていただけますか、はい、あそうですねあのえ、これもうあれですか、お手元に CD 届いたよっていう方ってもういらっしゃるんですかね。結構 いいますあすあごい結構いらっしゃるしでも、ね、あのメイキング映像あの DVD の特典付きの方でもうちょっとお話しさせてもらってるんですけどなんかこの曲がかかると鳥が集まってきて撮影中になんかこの曲をかけて撮影してると鳥が「ああとか言いながら結構通過していって何<わ>かちょっと鳥 をなんか集める作用があるのかちょっとよくわからないんですけど、鳥にすすごい好かれてるんですよだからあのもしねお越しいただいている皆様であの鳥さんと一緒に暮らしている方がいたと聞かせてみたらすごくいい反応を示すかもしれないです、それが撮影中、ちょっと面白くて本当はなんか鳥の声入ってほしくない中で撮影してたんですけどはいなんかそういうのも面白いなと思いながら撮影してましたね。 鳥からも大好評ということですよねそうなんですよありがたいですね、はい、もしかしたらたまたま鳥がね通過してっただけで鳥以外の生き物にもいいかもしれない <laughs> って思ってますあと、ね、メ,イクイメイキング映像の方で、はい、あのご自身のこと晴れ女だとおっしゃっていてう今日もいい天気ですよねそうなんですよ、うん、今日綺麗な秋晴れで、ね <laughs> 何の拍手って感じですけど晴れただけでは拍手もらえるっていうあありりががたいいですすね <laughs> <laughs> ありがとうございまアルバム制作について玉木さん自身も楽曲制作にもご参加されたんですかそうですねなんかまあ,あの一度こう使用い,ただいてでもあのここの言葉尻とかここの言葉はこういう風に変えた方があの皆様に 受け取っていいただきやすかかなとか自分としてはしっくりくるかなっていうのをあのちょっとご相談させていただいたりとかしてまあそうですねそういう形で何度も話し合いをしながら作っていきましたが、まあ、皆さんにもいろんな情報で言ってるかと思うんですけど今回この「アルバムフリーリー」っていうのは、まあ、自分自身がこの楽曲を通してより開放的に自由に表現していきたいっていう 思いもあるんですけどでもそれよりはこの CD とかこの楽曲を聴いてくださる皆さんがこの曲を聴いてる時だけはなんかこう自由に開放的な気持ちであの過ごしていただけたらいいなっていう思いを込めて作っていったのでまあ比較的こう何て言うんでしょう前向きになる曲であったりとかちょっと聴いてて笑顔になる曲とか何かこう皆さんの日常に寄り添えるような楽曲っていうのをあの作って いたただきましたそれがあのオリジナルアルバムのフリーーディーになってますどんな自分を表現したいなという気持ちがありましたか宝塚時代からこう私を応援してくださってる方はまあよくわかってると思うんですけどあの私あんまり本当になんて言うんでしょう,こう自分を持ったりとかあんまりこうまあ課題評価もしないですしなんかそういうことがこうできるタイプではないので、まあ、今の持ってる私のすべて で、でで皆様に何がお伝ええきるかっってて、いいうことを考えてあの CD も作っていったんですね。なのであの飾らずにありのままの自分の心がこの曲を通して皆様に伝わったらいいなと思いながら、はい、そういった思いを込めて歌わせていただきました一個一個何回もレコーディングも「すいません、うん、もう一回撮り直したいです」って言いながら何度もレコーディングも撮り直しさせていただいたりとかして、うん、あのその辺りもスタッフの皆さんにすごくこう 助けていただきながらやっていったので、あのその思いも含めて皆様に届いたら嬉しいなと思います。レコーディングの時のエピソードなんかあったりしますか？ああ、そうですね。レコーディングがあの本当にこう難しくって、うん、あの皆さん多分ね。普段舞台をご覧になることがね。きっと多いと思うんですけど、私もこう。 舞台今まで立たせていただいて宝塚もそうですしあのイヤーモニターっていうのつけてないじゃないですか私たち多分皆さんわかりますよこうイヤーモニターってよくアーティストさんがあのダイレクトにここに自分の声とがバンドの音が聞こえるようにしてるものなんですけど。 なのでそのでそイヤーモニターとかをつけない環境で歌うことに慣れていたのでレコーディングの時っていうのはヘッドホンをしてここにあるマイクに向かっていてダイレクトに自分の声が耳に返ってくるのでその声のボリューム感とかニュアンスのつけ方っていうのがそのレコーディングの環境に慣れるのにすごく時間がかかって今まで自分がやってきていたものとは全然違ったのでまあそれに慣れるのに結構時間がかかったので。あの レコーディングをちょっと最初すすごく苦戦したんですよなんでよなか初めてのことだったので、うん、あどういう感じで歌っていったらいいんだろうどれぐらいのボリュームで声を出したらいいのかなっていう感じでそれもあの回数を重ねることで慣れていって最終的にいい形で、はい、レコーディングを終えられたのでよかっったなと思ってます特に思い出のある楽曲っていうのはありますか <laughs> えーもうそうですねでもオリジナルの楽曲まあもちろんカバーも全部自分としてはおめでもありますし気に入ってるんですけどやっぱりトップソングの「あのディス e ートソウルはあはファーストコンサートでも歌わせていただきましたしでももともとこのアルバム制作が先に進んでいて。はい で作られていた曲なんですねで、まあ、それが「あのクオーレ」というファーストコンサートにもこの楽曲が合うんじゃないかということで入れていただいたっていう感じだったのであの本当にいよいよというかなんかこうきちっとした形であの皆様の元にお届けすることができて本当に良かったなと思ってるので「はい、ディス・アートソウル」いっぱい聴いていただけたら嬉しいですしあのミュージックビデオも、はい、たくさん見ていただけたら嬉しいです。カバーアルバム「シャイン」についてもお聞かせください。はい これらの楽曲を選ばれた理由を教えていただけますすかあそうですねあの本当に応援してくださってる方男性女性に限らず本当に幅広い年齢層の方があの温かく見守ってくださっているのであのどの年代の方が聞いてもあの心に響くものがいいなと思いまして。であとはあのその 一緒にこの CD を作ってくださるスタッフの方々から、まあ、私の声に合う楽曲っていうものと、まあ、自分が歌いたいものとっていうのをちょっとセレクトしていってでその中からじゃあどの曲を選んだらこう一つのアルバムとしてまとまりが良くなるかなっていうことを、はい、話し合いながら決めていきました。命の理由というか ね、曲はファーストコン、はい、ソロコンサートでも披露された楽曲だと思うんですが、はい、コンサートで歌うのとレコーディングをするのとではどのよううな違いがありましたかうそうですねあのコンサートの時は実際にこうお客様が目の前にいらっしゃるのでやっぱりその皆さんにあ少しでもこう自分が思っていることとか自分が感じていることが伝わればいいなと思って。 あのそういった気持ちを乗せて歌っていたんですけどレコーディングブースにはそういったものが一切ないのでその楽曲のイメージを膨らませつつも聴いてくださる方をちょっとイメージしながらあの皆さんにあこういい形で届いたらいいなっていうのをこう想像を膨らませながら、はい、レコーディングしましまた選ばれた楽曲の中で特に思い入れがある曲とかはありますか、はいえー、そうですね もうどの曲も好きなんですけど意外とこう自分で聴いてみて星のかけらを探しに行こうとかはすごい気に入ってます。はい、すす。ごく好きです、はい、あの来月11月10日からこのアルバムを掲げての,あのライブツアーも始まります。あの私にとって、まあ 前回コンサートやらせていただいて、まあ、今回はライブツアーっていう形で歌わせていただいてるんですけど全然あの前回とは全く違う形で,で違うコンセプトでお届けしていく予定となっておりますなのであの本当により多くのお客様にご覧いただけたら嬉しいなと思いますし「あのフリーリーっていう題名を掲げているのでこのライブに皆様がいらっしゃった時にはやっぱりその時間だけは。 本当に皆様も日常を忘れてもう思いっきり一緒にもこう私とキャストとバンドの皆さんと楽しんでいただきたいっていう思いで今もあの一生懸命準備しているので、はい、皆さんもコンディションを整えてぜひお時間があの許す方はたくさん遊びに来ていただけたら嬉しいですまた平日なんですけどごめんなさいね、ちょっとあの会社とか色々ね、ご家庭とか色々事情がある方はちょっとなんかお願いして <laughs>。 <laughs> その後頑張りますとか言っちゃったりしてあのぜひね平日ですけどあの駆けつけていただけたら嬉しいなと思ってますで私も本当に今回このアルバムを発売するにあたって、まあ、正直あの不安もあったんですよねやっぱりこういった形で今まで挑戦したことのないこの j p o p というジャンルでましてやこう私は宝塚歌劇団にいた時はこうシンガーで売っていたわけでもないので あのこうどういうふうにこの私の活動が皆様に広まっていくんだろうかっていう不安もあったんですけどでもやっぱり何て言うんでしょう一応こう宝塚歌劇団で14年歌をやってきてで前回のコンサートの時にあの演出の川崎悦子さんがおっしゃってたんですけどやっぱり歌っていうのはその人の持っているものとかその人の人間性とか。 その人の感情っていうのがダイレクトに人に伝わるのが歌だと私は思うっていうことを言ってくださったんですね。で、まあ自分なりにですけれども応援してくださる方が少しでも喜んでくださるんだったら自分なりのこう感性でで自分にしかない声で何か皆様にあのいいものが少しでもいいものがお届けできたらいいなっていう思いで、はいこのアルバムも作成してきたので。 たくさん聞いていただけたら嬉しいなと思ってますたまきさんありがとうございます、はい、ありがとうございますということでイベントの最後に玉木さんからご挨拶をいただきたいのですが、はい、その前に、はい、実は10月4日にお誕生日を迎えられた玉木さんにサプライズプレゼントをご用意いたしましたそれではお願いしま,すいます、えーすえぇ <laughs> ありがとうございます。頑張ってくださんい。おめでとうございます。あ、<laughs> めっちゃウケる。ちょっと待ってください。あ、ちょっと待って面白い。どうしよう。ありがとうございます。<laughs> あ、現場マネージャーです。<laughs> すいません。えー嬉しい。いありがとうございます。ちょっと待って、しかもこれ本当にこれ言っていいの？これ、ドーナツのこと。 <laughs> ドーナツですよ、本当にありがとうございます、めっちゃうれしい、もう誕生日なんてすごい前じゃないですか、でしかも <laughs> これ裏話があって私あの、先日まで所沢サクラタウンというところで、うん、あの朗読劇をやらせていただいてたんですけどなんかう久しぶりにこの男性役みたいなのをやったらもうエネルギーの消費がすごすぎて。なんか もう舞台稽古そのゲネ終わったらなんか次の日、若干全身筋肉痛みたいになったんですよ、でそれで道中、マネージャーさんに、はあ、ドーナツが食べたい <laughs> ああ、雰囲気にドーナツが食べたいって言って <laughs> あるところのドーナツを食べたいって言ってたんです。はいはあ、出てきた えどうぞ食べていただいてめっちゃ嬉しいやばい,はい玉置さん<ー>おめでとうございます皆様も、あのーね、いつも温かいメッセージとかお手紙とかたくさんありがとうございます本当にあの宝塚対談してもこんなにたくさんの方にお誕生日をお祝いしていただけると思ってなかったんですごい嬉しいです担いで帰りますじゃあ いはい、ありがとうございます。ね、それでは改めて本日お越しの皆様へご挨拶をお願いいたします。はい、ありがとうございます。ちょっとごめんなさい。ドーナツが嬉しすぎて良かったです。だめダメアルバムのね。発売イベントですから <laughs> はい。ありがとうございます皆様、本日はこのようなあのこのようなじゃないですね。 この豊洲のこの、えー、イベント会場まで、えーまあ、お近くの方もいらっしゃると思いますしそして遠方から駆けつけてくださった方も多数いらっしゃると思います、えー、ですがこの、あのー、アルバム発売イベントっていうものを無事に行うことができてでその時間をまたまだまだこうコロナ禍で皆さんご苦労もなさってると思うんですけどこういう時間をこう誰かと一緒に共有できるってやっぱり。 幸せだなとまた改めて本日感じることができました、えー、CD たくさん聴いていただけたら嬉しいですしあのお友達とかご家族とか職場の方とかあのちょっとね宣伝してくださったりとか <laughs> あのしていただけたら嬉しいなと思いますし。 私はあのライブツアーに向けてまた一生懸命準備していきたいと思うのであの引き続きあの応援の方どうぞよろしくお願いいたします。本日は、えー、お越しくださいまして誠にありがとうございました、えー。初めてのファンイベントということで、はい、改めてやってみていかがでしたかいやそうですね、なんかいつもこう自分がテレビのニュースとかで <laughs> 見てるような。 光景だったので、それをまさか自分がやらせていただくことになるとは思わなかったので、あの本当にこうお越しいただいた皆様の本当、顔を拝見して、すごく嬉しくて、胸がいっぱいいになりましたいわゆるこういう囲み取材みたいなものも、初めてじゃないですかそうですねあの、こんなに本当に多数あのお越しいただいて、こういった形でやらせていただくのは初めてなので、はい、ちょっとドキドキキしてます昨日はよく眠れましたかそうですね眠れました <laughs> はい、じゃあ結構あまり緊張してもこうゆっくり眠れるタイプ <laughs> うーん、そうですね、緊張というかこう、ここ数日、結構ハードな日々を過ごしておりまして、なので、あの緊張と疲れとみたいなのが <laughs> あの入り混じりまして、そうですね、気づいたら寝ておりましたという感じです、緊張は常に舞台に立つ時もしているタイプなので、すごく緊張に強いかと言われると、うん、わかりません。<laughs> はい アルバムはどんなところをいいて欲しでですすかあそうですねあの本当にどの楽曲もあの、まあ、バラエティに富んだ曲調のものをセレクトしていますそれはオリジナルでもそうですしカバーでもそうなんですけれどもでも特にオリジナルアルバムの「フリーリーの方はお聴きいただく皆様の日常に寄り添うような楽曲を作りたいということであの制作していったのであのそういった ところをあの感じ取っていただけたらいいなと思いますので、あの、そういったところに注目して聴いていただけたら嬉しいです。え、そしてアルバムを発売して、お誕生日も迎えられて、はい、おめでとうございます。<laughs> ありがとうございます。どんな一年にしたいですか？あの、この一年も、本当にこう、たくさんの出会いと、たくさん新しい経験っていうのをさせていただきました。 であのそういったいただいたご縁とかそれがもうどのお仕事でもそうだったんですけど本当にあの素敵なご縁をいただいてで自分にとってこうプラスのエネルギーというかあのいい感性を授けてくださる方ばっかりとお仕事をさせていただけたんですねでそれは本当に自分にとってとてもお祈りの多い1年だったのであのこの1年もまあ自分自身がこうポジティブにこう何か 発信していくことによってきっとまたそれがいいご縁にもつながっていくと思いますのであのあの本当に心配性だし気にしいなんですけどあの心強いスタッフもあの隣についてくれておりますのであの前向きに、はい、明るく頑張っていきたいなと思いますこの1年も、はい、まずは目の前のライブツアーだとは思いますが、はい、他に何かやってみたいなと思っていることなどはありますかあそうですねあの えっと来年の1月に「マヌエラ」という舞台で宝塚対談後ストレートプレーで初めてこう主演を務めさせていただくんですけれどもそこでこまたダンスにあの挑戦させていただくんですねでそれがまたどういったジャンルのものかっていうのはまだちょっとお話がまだえっとそこまで詰めていないのでまだわからないところではあるんですけどちょっとこう久しぶりに <laughs> あの踊りに挑戦ということであのそれも 何て言うんでしょう？宝塚の時にやってた男役のダンスっていうものとは全く別物になると思うので、そいつはちょっとかなり挑戦だなと自分では思っているので、あの精一杯頑張りたいなと思ってます。今回のジャケ写とさっきの、はい、ミュージックビデオなんですが、はい、こうスカート姿というのはご本人でどう感じでしょうか？はい、どう感じえー、そうですね。でも意外と意外とというか、本当に対談して。 ここ23ヶ月ぐらいはちょっとスカートを履いている姿をもしファンの方に目撃されてしまったらああなんかもう男役捨てたんだみたいなちょっとがっかりされてしまうかなみたいな感じで思ってたんですよ卒業しているにもかかわらずでも、あのー、今は全くそういった気持ちはなく意外と本当に自然と、まあ、一つのファッションを楽しむような形で、はい、着ているのであんまり抵抗なく、はい、撮影とかでも。 あの着用させていただきましたね。今後あの学習活動で、はい、ま目標というようなものはあったりしますか。うん、そうですね。別にその大きな夢を抱いているかって言われると、こう今漠然とこうはないんですよ。今やっぱり目の前にあることを一つ一つ丁寧にやっていきたいって常日頃思っておりますので、ただやっぱりこうライブとかコンサートでしか味わえない。 こう感動とか皆さんとのこう気持ちの共有とかっていうのがあるんですよそれは本当に生じゃないと味わえないことなのであのそういったライブとかっていうのはまたいつかその機会があってタイミングが合えばまた開催できたら嬉しいなっていうふうには思ってますあの先ほど j-pop が初めてで不安があったとおっしゃってましたが、はい、14年間こうスターとしてですね歌い続けていた プロのの方ががどういううういいところを不安に思うのか知りたいんですが、うん、あそうですすそねやっぱりこう今までふ、まあ、普段自分がいろんなジャンルの音楽を聴くんですけれども実際にそれをこう人様の前で歌ってきていたわけではないので,でやっぱり今まで私がこう宝塚でやっていたっていうのはどうしてもミュージカルの歌唱、まあ、あくまでもこうクラシック調の楽曲っていうものがベースにあるものが多かったのであのそのポップスっていうのは やっぱり歌い方が全然違うなっていうのはこう感じましたその辺りでもこう言葉の乗せ方であったりとかその歌っていくそのうーん音楽にこう自分がどういうふうに歌っていったらこうまく乗っていけるのかっていうところが本当にかなり初挑戦ではあったので,でそのミュージカルの歌しか歌ってこなかった自分の声っていうのが私そういうポップスとかになってもうまくこういい形で表現できるのかっていうこととかも多少、うん こう自分ではああどうなんだろうっていう,ふうに思っていたところがあったのでその辺りがそうです、ね、挑戦する前は不安ががありましたちょっとやってみてみいかがでしたかあーでも本当にこう今までこう自分では分からなかったんですけど本当にこうまた宝塚を卒業してで新しい環境でお仕事をやらせていただくようになってからお玉木さんって特徴的な声をしてるよねっていう,ふうに言っていただくことがとても多くて。でまあ ファンの方とか、うちゃんのなんか声は癒し効果があるとか,なんか温かみがあるから好きだって言ってくださる方が本当に多いのでありがたいなと思うんですけどでもそういう冷静に客観的にこう自分の声とか持ってるものをあの評価してくださる方に出会ってあそっかって自分の良さを生かしていけばこういい形でやっていけば あの表現することって自由なんだなっていうふうに思えたこともかなりあったので、ああ歌って面白いなっていうふうに改めて思いました。ソロとしての1年間って、はい、時の流れは長く感じました。それともあっという間駆け足でした？いやそれがあの私もっと宝塚にいたときすごくこうトップの間って。 本当に駆け足であの日々生活してたのに忙しくって退団してから穏やかですっていうのは卒業してほんと数ヶ月の取材とかでは結構言ってたんですけど2022年下半期がこんなに忙しくなると思わなくてですね、本当に、ね、階段2段飛ばしぐらいで今、ちょっと走ってる感じでしてあの非常に時の流れは早く今は感じてます。<laughs> はい 忙しいというのはありがたいことですよ、ね。いや、でも本当に幸せです。こうやって、あの人様の前に立てるというか、皆様の前に。出れる機会がこうして、あの卒業してもあるっていうのは、本当に幸せなことだなって思っていて。それでとても充実感も一緒に感じています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お越しくださった皆様、本当にありがとうございました。CD たくさん聞いてね。<laughs> ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。